これが素晴らしく私は思ったと思いました。鹿沼市議会、まあ、他の議会もそうなんですけど、ずっと過去の前例とか持ち合わせとか、簡単な話を言うと、奇数によってとか先輩後輩とかということで、議論が妨げられたことがすごく窮屈なことがこの8年間感じてましたので、これからは自由な簡単な意見がね、たとえ新人であったり逆に言うと一番近い市民だった方が議員になることが一番新鮮な意見だったかもしれないのが取り入れられるという意味でこれは画期的な、条例になるんじゃないかと思います。それでまあその中で肝はですね、この8条なんですね。8条の、これから執行に対して政策過程の、説明と、請求と先ほど富田議員なんかもおっしゃってましたけども、これのさっきの2番の方は分かりました。この1から7、これはどういうふうなイメージで、捉えられるのかなと、すごくいいことなんですけど、この場がどこなのかなと、これだけの権利が与えられたということは分かるんですけど、これが実際にどういうふうな形でシステム化していくのか、そうじゃないと、どん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 政策が決まっている中で、どこで止めて、どこで聞くというところが、常時こう、節目にあるのかということが、ここの一番の肝で、ここが一番、改革して、これからやっていかなきゃ、機械としてやっていかなきゃならないところが、どこにあるか、せっかくこれだけの条文ができたんだけども、これがシステム的にどこに入るのかということが一番私は、見つけ、明確にしていただきたいと、ここまで作ったんで、これがどこに入るのかなということになることをちょっとご説明し、イメージだけでも説明していただきます。はい、8条の一項の部分ですが、委員会の中でやはり、まあ、その部分を含めてなんですが、お話が一番例としてあげたのは、中央小学校 の校庭を建てる部分、校舎を建てる部分と校庭の部分で論議がありましたが、我々議員も残念ながら、提案する前の、一緒に執行部が企画する段階の状況って知らなくて、結果、入札が終わって、で議会で予算を承認して、立ち始まってから違う話になってくる、それはいけないだろうということで、これで言えば、まず各国の提案するまでの経緯を、ね、まずきちんと求める、でその上で、じゃそれを決めるのに市民参加の実施があったんだと思う、中央省の例でも、学校考える会、お芝居、議員やってた、ああいう組織はあった。でもそこで十分納得が理解がいてやったのかどうなのかということについてもきっちり議会の場で検証する、そしてあとは建てて大変というのは大変化センターを建てるまではいいだろうと建てる、でもその後も費用対効果なり維持費がどうなのかというのは割合今までは議案として出されて出てこなかった、でそういうこともきっちり求める、市長の方もきちんと情報を公開する、我々議員もそこできっちりそこで評価する、判断をする、そういう必要と思われる事業についてきっちり求めたり、分析をし、研究をするというのことができるための、まあ、項目として書いちゃうとこういう文章になっちゃうんですが、一つの事例に当てはめると、あんなのことなんてことで納得いただくかなと思うんですが、一応そんなふうな考えだと。はい。その通りだと思うんですよ、納得するんですけど、その時期がだから参議会にしてもそうですけど、途中で議員の中でしてももう選考委員会の方でも決まっちゃって、入札までかかっちゃってると、で止められない、もう予算も来ちゃってるというと全然止められないじゃないですか、というと後になってから何千万も赤字が出てるとしても、それをまだ言うけど検討します、努力しますで終わっちゃうと、市民に対する赤字はどん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 増えちゃうってなっちゃうんで、どこかで止めたり、方向へ転換したり、するところ、ブレーキかけたり、アクセル踏んだりというところが、どこかであるというのは、その段階的なところで、必ず執行から出していただくところというのは、ポイントが作れるのか作れないのかだけなんですけど、それはどうでしょう。ポイント。税金庁。はい。はい、そこは今までは事前のものというのはなかなか出てこなかったし、資料を求めても出なかったので、今回はこの項目を、まあ、縦にしていく、こういう規定がありますよということで、議員が必要と思うものはほとんど取れると思うんですよ、この項目に照らせば。
でそこは必要と思うものが取れる条件が適当に繰り返されていればよろしいかなと思います。でこれは会派とか、全教とかでもし、話し合って、まあ、ちょっとこれきついんじゃないかとかって方には取ってその場でもう始めちゃうというか、提案して思考を呼んでっていう形になる場合もこれがあればできるんですよ、そういう経験ですね。はい、わかりました。